東山東は石川県金沢市の地区名。重要伝統的建造物群保存地区であり、東茶屋街の名称で知られる。南北約130メートル、東西約180メートル、約1.8ヘクタールで、保存地区内の建築物140のうち、約3分の2が伝統的建造物であり、茶屋町創設時から、 明治初期に建築された茶屋様式の町屋が多く残る。金沢の主な観光地の一つになっている。天正八年に佐久間森政が金沢五棒を攻略して金沢城を築城した後、天正十一年に前田利家が入城し、金沢城下は城下町として栄える。加賀藩では領民にも歌いを奨励して多くの領民が歌いを習い、その裾野は大きく広がった。 金沢は空から歌いが降ってくると言われるほどの町になった。そんな風情が一番残っている町である。江戸時代、城下町近郊を流れる西川、浅野川領界隈に多くの茶屋が立ち並んだ。文政三年、加賀藩の許可を得、西川西川に西の茶屋町、浅野川東側に東の茶屋町が共に開かれ、大いに賑にわった。この際、 旧来の不整形な町割りは改められ、整形長い区が形成された。浅野川を挟んで北西には、茶屋街の一つである、主景町がある。茶屋町創設時の敷地割りをよく残し、全国でも希少な茶屋様式の町屋を多く残しているとし、2001年11月14日、主別、茶屋町で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。 二番町にある茶屋、島は歴史的価値が高いことから2003年12月25日に国の重要文化財に指定され一般公開されている。金沢生まれの作家、井上幸の小説、車の女では物語の舞台とされ伝統的な金沢弁で描写されている。東山東金沢駅金沢市における位置、石川県金沢市東山一丁目。 ありがとうございます。